こんにちは、皆さんどうも。本日ご紹介したい話なんですけども、ロシア文学でちょっとマイナーな作家を紹介したいと思います。プラトーノフっていう作家を今日はご紹介したいと思うんですけども、ドストエスキーとかトルストイはまあ割かし認知が高くてみんな知ってる人も結構いるとは思うんですけども、プラトーノフは割とマイナーな作家だと思うんですね。で、僕自身も、まあ、名前は聞いたことあるけど読んだことないかってねってレベルだし、で、まあ、ロシア人の友人でよく本を読む、人がいるんですけども、その人に聞いた話でも、まあ、読んだことはない、名前は知ってるけど読んだことはないって言ってたんで、割とマイナーな作家ですね。まあ、偶然ちょっと手にして読んだんですけども、非常に面白かったですね。これですね、このシリーズなんですけども、百年文庫っていうやつですね。まあ、僕も存在は知ってたんですけども、実際に手に取ったり読んだのは初めてだったんですけども、短編集が、世界と日本の短編集が載ってるっていう本なんですよ。で、この中にたまたまプラトーノフ載ってたんですね。それで読んだんですけども、まあ面白かったと。で、しかも短い、し、かなりプラトーノフおすすめですね。まあ、私が読んだ本のその話をする前に、ちょっとプラトーノフのちょっと説明を簡単にしてみたいと思います。プラトーノフっていうのは、まあ、1899年ですね、誕生が。で、死去したのが1951年っていうふうにされてますね。世界大戦が終わって間もなく死んだっていうところですね。なので、まあ、帝政ロシアとソビエト両方経験してると思いますね。で、この人ね、結構苦労しててね、していてね、16歳の頃からまあ働き始めていたらしいですね、この人は。まあ、この時代のロシアと珍しいことではないですけども、でも今から考えれば、まあ、非常に苦労した人ですよね。で、1922年で詩集でデビューして、で、この人は割とその、割とという共産党のレニンの活動にかなり進歩を得ていたらしいですね。16歳から働いていて苦労している労働者だったら、まあ、確かにそのレーニンのようにプロレタリアート労働者を主役にするような、まあ、政治活動に進歩を覚えるのは、まあ、これは割と自然なことかなっていうふうには思いますね。まあ、第二次世界大戦の時に彼は従軍記者として参加するんですけども、この時の経験を生かした短編小説に帰還っていうものがあるんですよね。はい、帰還兵を主役にした小説で、これが私が今回読んだ本ですね。帰還っていうのが、その帰還のご説明をしたいんですけども、非常に短い小説でした。帰還っていうのは、ちょっと覚えてないんですけど40ページぐらいだったかな。はい、もうすぐにパーッと読める内容ですね。別に難しくない、思想的にも難しくないし、セリフ中心だから非常に読みやすい。まあ、ちょっとそのロシア文学の初学者の人には、まあ、その独特の長い名前っていうのはとっつきにくくなるけれども、基本的な登場人物は4人だけですね。主人公と妻と息子と娘、この4人だけがメインの登場人物で、まあ、この4人だけを覚えていれば基本的に大丈夫っていう話ですね。簡単に、まあ、話を言ってしまうと、その長い間戦争をしていた主人公が家に帰ります。家に帰るんだけども、その家に帰ったら、まあ、妻がちょっと不貞行為みたいなことをしていたわけですね。その実際にその小説を読む限り、どこまでそれを不貞行為と言っていいかわからないんですけども、まあ、心は少なくとも動かされたわけですね、妻っていうのは。ここら辺ね、現代のこの結構この性が乱れた日本人じゃちょっと理解しにくいかもしれないですけども、結構ロシア人ってなんていうか純朴で潔癖主義的なところがあるんですよ。で、すごく愛に深いの人たちが多いんですね。だからその心が、肉体的な行為がなかったとしても心が動いたってことはすごくショッキングなわけなんですよね。うん、日本の場合だと裁判でもこれは不倫とか認められないんですよね。けどね、肉体的行為っていうのは裁判でもすごく重要らしいんですけども、はい。でもその実際にその妻がその他の男に心を動かしたっていうことが少なくとも男にとっては非常にショックで、もうその男は妻を捨てる決意をして、もう次の日には列車に乗って旅立とうとするっていう話なんですよ。
で旅立とうとするんですけども、まあ、そこで終わるんです。まあ、子供たちがまあ絡んでくるんですけども、そこにそのエンディングもそうだし、その物語もそうだし、でその妻だけじゃなくて息子にすごく驚かされるわけですね。この機関兵っていうのは息子がもうなんか12歳か11歳ぐらいのまあ子供なんですけど もう家を仕切ってるんですよね。もう一人前の男のように顔つきもなってて、もう酸いも甘いも知ってるような子供になっていて、まあ、それがすごく非常に父親が驚かされると同時に自分のね所在なさも感じちゃうんです、そこで。その息子のせいでね、よくも悪くも。でその息子に対してちょっと皮肉っぽいことも言ったりするんですよ、あの父親は。まあ、その息子はだからその父親の不在の中でその一家を切り盛りすることに今頑張っていたわけですよね。でそれがまあ逆にまあ家を支配するみたいな形になってしまって、まあ父親が余計所在がないような感じになってしまうきっかけでもあったわけですね。でまあその妹の方はまだちっちゃいからまだ物事が分かっていない側面もあるっていうような家族構成なわけですね。はい。まあ、この息子が非常にしっかり者で、その父親がその母親の不貞行為に気づいて夜中に問い詰めるってシーンがあるんですよ。で息子はもう頭がいいから寝たふりをしてるわけですね。寝たふりをして聞き耳を立ててるんですよ。しっかり非常にしっかりした息子なんですけども、まあ、次の日寝坊しちゃうんですね。息子は寝坊しちゃって起きて、あーやばいやばいやばい、自分のやらなきゃいけない仕事もあるのになんでこんな寝坊してるんだって言うんですけども、でもまあこれ賢い息子はすぐ気づくわけですよ、異変に。父親が自分たちを捨てて行こうと、するわけですよね。父親の方は不貞を働いた、妻、自分が今まで苦しい思いしてずっと戦争で戦ってたのに、妻は不貞行為を働いていて、で一方でその息子はもうなんか自分の代わりのように仕切ってしまって、もう自分の居場所も家にないような形になってしまって、でも父親は捨てていこうと思って行って、まあ、あるとある知人の女の元に行こうとするんですよ。 で列車に乗ってるんですよ。で列車に乗ってて、まあ、あるそのちっちゃい子供たちがかけてるのを窓から見つけて、でそれが自分たちの息子と娘だってことに気づくわけですよね。かけてるのが初め気づかなかったのが、要するに息子と、娘がこう父親を追いかけてるっていうシーンなんですけども、でそこで父親は気づいて、じゃあどうしたかっていうのが、まあ、そのエンディングなんですけども、まあ、要するに列車から飛び降りるわけですね。飛び降りて息子たちの方に行ったっていうわけですね。はい。非常になんていうか心温まる話ですね。まあ現実的な酸いも甘いもあるし、まあよくある話ではありますよね。その僕たちが物語で少なくても知る中では、まあ、不貞行為を働いた妻がいて、その戦争から帰ってきた男はもう居場所がなくて、しかも妻は不貞行為をしててっていう、要するに寂しい状態になってるっていうのはよくある話で、まあ、そこでさらに面白いのは、まあ、立派な息子がいるってことで、その立派になった息子はやっぱりまだ実は子供で、父親に飢えていて、父親が帰ってきたことが本当は嬉しくて、その父親は出て行こうとするのに対して必死にこう追いすがるって、父親もその愛に気づく、息子の愛に気づく、息子と娘の愛に気づくっていうので本当の意味で帰還する、家族のもとに帰っていくっていうような物語ですね。不貞行為を許すかどうかっていうのはまだその語られてないんでわからないですけども、その戦争から帰ってきた男に愛を与えてくれて居場所を与えてくれたのはやっぱりその息子と娘たちだったわけですよね。自分を必要としてくれてるっていうことを非常にその伝わった、自分を追いかけてくることで伝わったってわけですよね。まあいい話ですよね。めちゃめちゃいいし、その重厚さもすごくあるし、説得力もあるんですよね、その話に。よくある話なんだけども、やっぱりそのリアリズムっていうか現実的なんですよ。すごく立派になった息子のその驚きの姿とかすごくリアリティがあって、その よくあるようなチープな話ではない、よくあるような僕らがよく知ってるようなストーリープロットかもしれないけども、実際はそうではないわけですよね。まあ、もしかしたらこの人がこのよくあるストーリープロットを広めたのかもしれないし、まあ、やっぱりこういうことがその戦争の現実として起こっていたのかもしれないですね。話が、まあ、いかに素晴らしいかというと、やっぱりそのっていうか、まあ、女性側の意見もかなり汲み取られてて、女性側もやっぱりその家にいてずっと寂しい思いをしていたっていうのがあって、まあ、それがために、まあ、その寂しさを埋めたいっていうのがあったっていうのもあるんですよ。
だから妻が悪いってわけでもないし、まあ、夫が悪いってわけでもない話ですよね。この期間っていうのはやっぱりその家族っていうのはその必ずしも強固ではない、妻と夫っていうのは強固ではないかもしれないけども、やっぱ子供っていう存在があるからこそ家族っていうものはすごく、より強くなれる存在になるのかなとは、そういうことを教えてくれる小説でしたね。本日はプラトーノフの帰還のお話でした。今日から10月17日から、まあ、1年かけて、100冊とりあえず本を読もうかなというふうに思ってますね。なんで100冊、本をご紹介できればと思います。ではまた。